降雨と UFO と中国史の時間が来たぞ。降雨と UFO と中国史の時間が来たわね。今回は漢王朝の創始者UFO会、第2回、庶民から皇帝へと、中国史上最大級の成り上がりを果たした漢の高祖UFO の、挙兵した頃の、軍刀に毛が生えた程度の小勢時代の UFO 集団の苦闘や、UFO を飛躍させた彼の頭脳、大軍司長領との出会い、そして、史上最強のライバル、部において UFO を生涯圧倒し続けた幸運の登場、などなど、状況に流され右往左往するばかりだった UFO 集団が、一派の軍友にまでのし上がり、真の都官僚に入場するという大功を立て、ついに漢王に就任し、やがて天下を目指すようになるまでの、UFO 立身出世編だぜ。うおう？冴えない帝長だった UFO が王にまで、というわけで始めていこう。ほひ、この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、免許取り消し人間の提供でお送りします。さて、新末の農民反乱、陳昌五公の乱に促され、いよいよ秦の支配に対して立ち上がった UFO 集団、地元の愉快な仲間たちや妻の実家よし、灰の不老など、多くの人々の支持を受け、ついに灰で兵を挙げたのだぜ。だがしかし、挙兵して数ヶ月も経たないうちに UFO 集団は、数少ない貴重な拠点にして UFO の生まれ故郷でもある、宝竜を失ってしまったのだぜ。あばばばばばばば、当時UFO は宝竜を養子という人物に任せていたのだが、この、養子は以前から UFO を嫌っており、そのため義の国の誘いにあっさり乗り、宝竜の指定ごと義に鞍替えしてしまったのだ。はぁ、UFO の敵は秦王朝だけじゃなかったの？そう、当時の義も、秦将の決起の影響によってできた国の一つだったが、彼ら反秦を掲げて立ち上がった軍友の間でも熾烈な勢力争いがあり、軍友同士といえど隙を見せれば容赦なく背後を突かれたのだぜ。ぐぬぬぬ。さて、UFO は、養子と宝竜の指定のこのような裏切りに激怒したが、彼らの立てこもる宝竜を何度攻めても落とせなかった上に、奪回できずに手間取っている間に、天下を揺るがす事件が起きた。上祖の王陳昌が秦軍に敗れて死んだのだ。あわわわわわわわ、反乱の大将陳昌が、こうして陳昌が打ち立てた上祖も滅亡、反乱軍は半年もしないうちに、旗頭を失ったのだぜ。やばいよやばいよ。このような、連携を模索していた阪神反乱軍の大物の死や、寝返りによって拠点を奪われ弱体化してしまったことで、UFO 集団は、前209年に灰で挙兵してからわずか数ヶ月で、早くも窮地に立たされてしまったぜ。もうダメだー、おしまいだー。しかし危機に陥った際の粘り強さも、後年まで発揮される UFO の長所であり、彼は再び宝竜の奪還に向けて動き出した。UFO は、独力で宝竜を奪い返すことができないのなら、まずは近隣の有力勢力の参加に入ってその力を借りようとしたのだぜ。新たな反乱軍の親分を求めたわけね。そう、その有力勢力というのが、上祖の残党進化が、戦国祖の有力貴族、桂氏の桂九王に擁立して打ち立てた、祖だったぜ。この花王桂九を頂点としたその軍は、当時、灰の東南の雄に駐留していた。そこで UFO は彼らに従い、宝竜を攻めようとしたのだ。しかしこの計画も、秦軍の一部が、南下してきたためその対応に注力せざるを得ず、うまくいかなかったのだぜ。むむむ、計画に従ってもなかなか状況は好転しないわねー。そう、数千程度の兵力の UFO が、万にも満たない勢力の計画に従い、宝竜の奪還にばかりこだわっても、状況は何も好転しなかったのだぜ。このままじゃあ UFO は、しょぼい軍友の一人として滅んでしまいそう。しかしこの時 UFO は、竜の地で運命の出会いを果たすこととなった。盛り上がってきたー、誰後に二人の出会いの地、竜の地を放置として与えられ、竜光と呼ばれた、漢の三傑の一人、大軍司長領だぜ。来たー、古今無双の地望の死、あざなの死亡は軍師の代名詞、竜光長領。長領も当時は竜に軍を駐屯させていた計画に従おうと、その地に向かっていたのだが、先に UFO と出会うと、自分の言葉をよく聞いてくれる彼に強く惹かれ、UFO こそ英傑、もう計画なんかどうでもええわ、と UFO に従うようになったのだぜ。うほー、長領を引きつける UFO さすが、
そして長領はここで、劉邦に対し非常に重要な、戦略方針を提示したのだった。それは、地元法隆への執着を捨て、天下の形勢を伺いながら、軍友として生き残り、そしてのし上がることだった。どういうこと？劉邦はこれまで廃や法隆といった、自身にゆかりのある地を中心に、勢力を築くことを目指してきたが、長領はそれだけでなく、天下の情勢に合わせて、勢力の生き残りや拡大を目指すべきである、と、検索したのだった。長領という人物は、漢の国の貴族の家柄に生まれたが、戦国末期、秦に漢が滅ぼされるに至り、秦王朝に復讐を誓い、始皇帝を暗殺しようとまでした。当時最も危険なテロリストだった。しかし同時に彼は、各地の反秦活動家ともつながりを持つ名士でもあり、秦将五公の乱を契機に全国的に広がった反秦反乱の情報を持つ、いわば天下を知る人物だったのだぜ。その長領の劉邦集団への加入は、地元を中心に活動してきた彼らに、抜群の頭脳と同時に、天下という広い視点を与えたのだった。こうして劉邦集団は渓谷の祖から離れ、新たに南で勃興した。その名将公園の息子公領の率いる集団が北上するのに合わせて、これに従うようになったのだぜ。ちなみに、渓谷、秦下の勢力はこの公領の軍団に粉砕され、二人とも死んだ。渓谷、秦下。さて、劉邦が当初従った渓谷、秦下の祖よりも圧倒的に強かった。この公領集団は、今表示している地図のさらに南、湖で決起した人々で、長江や淮河を越えて進軍していくうち、英雄豪傑が集まっていった。後に九皇王、淮南王となる優勝英夫や、皇位を支えた歴戦の将、勝利罰と見られる保証軍。さらに、漢の三傑で国士無双、漢臣、か。漢臣まで公領陣営にいたの？ああ、前の二人と違って全然重用されていないがな。そして、公領の配下といえば、なんといってもこの人物、秦王朝を崩壊させた覇王、公領の追公だ。公、劉邦を何度も追い詰めた英雄、ついに来たか。彼ら銀河系軍団公領集団はしかし、北上してくるまで秦将の死を知らず、あ、公領たちも秦将と連携しようとしてたのね。そう、その死を知った後に渓谷、秦下を蹴散らした公領は、摂の地に入った。そしてそこで今後の秦との戦いに関しての会議を開くべく、天下の諸将に、摂に集まるよう呼びかけたのだぜ。摂か、劉邦が活動していた地域にかなり近いわね。そう、この頃劉邦は唐の地を取り、勢力を少し伸ばしていたが、公領の呼びかけにすぐさま応じ、摂へ馳せ参じたのだった。判断が早い。公領は参加に入った劉邦をかなり高く評価したようで、劉邦が公領政権に加わると、彼のために5000の兵と、10人の高級将校を貸し与えた。これを軍団に加えた劉邦軍は、やっと法隆を奪還することに成功したのだった。やったー。ようやく生まれ故郷豊か村を取り戻すことができたのね。公領様様やんけー。そう、この時劉邦の上に立っていた公領はまさに、乗りに乗っており、快進撃を続けた自身の軍団は総勢で10万に迫る勢いだったし、摂に来た老賢者半蔵の勧めに従い、戦国祖王の末裔を、海王、として擁立し、自らがその後ろ盾となることで、その復興を主導した人物として名声を高め、その地域の反秦反乱軍の、名士となり、諸将を集めて反乱軍の組織化にも成功した。公領と劉邦とその家臣団を従えた公領、最強じゃないの。だがしかし公領も、秦将と同じく秦の名将召喚にあっけなく撃たれてしまうのだった。もももももも、公領へ。さて、公領が満身を突かれて召喚に撃たれる少し前、公領率いる祖軍は秦に攻められていた勢を救援し、それから、長領や牧領といった地で秦軍と交戦した。祖軍は何度も秦軍を破ったが、秦が交通の要衝帝都にこもって守備を固めると、さすがに攻めあぐねてしまったぜ。そこで公領は祖軍を二手に分け、主力は自らが率い、帝都の包囲を継続し、もう一方の軍を、公と劉邦に率いさせ、精神して秦軍を撃つよう命じたのだった。うお？公と劉邦、夢のタッグ。そう、
中国史上最も豪華だったかもしれないこの楚の別動隊は、素晴らしい活躍を見せたぜ。前208年8月に陽丘の麓で秦軍を撃破すると、参戦軍の長官だった秦の宰相李氏の子、李煜を討ち取り、一気に外交まで攻めかかったのだぜ。うろう、強い、項羽と劉邦強すぎる。さて項梁の甥で、彼に旗揚げの時から従っていた項羽は、後に秦の大軍を叩き潰し、秦王朝の滅亡を決定づけた大英雄だった。彼はかつて始皇帝の行幸の行列を見て、奴にとって代わり、天下を取ってやる、と堂々とのたまい、周囲を大いに驚かせるほど、直上傾向型の人間だったが、その卓絶した武勇は本物で、これより前、初陣の時でさえ敵の拠点を勇敢に攻め、見事に陥落させている。しかし戦後、抵抗した城兵を生き埋めにするなど、しばしば感情の赴くままに、敵対した者に苛烈な処置を行ってしまう、悪癖があった。それがやがて項羽自身を苦しめていくことになる。ただ、とにかく彼は秦王朝を軍事的に叩き潰す、ということにおいては、阪神反乱軍の中で最も大きな活躍を見せていくのだぜ。さて一方、この時項羽と靴輪を並べ、共に戦った劉邦は、戦場における勇敢さ、傭兵の巧みさにおいては項羽の足元にも及ばなかったが、いわゆる、長者の風、はあったらしく、項羽と同じく始皇帝の行幸の列を見た際、ああ、男子たるものあのようになりたいものよ、と素直に気持ちを述べた、といった話が残っているように、劉邦は項羽と全く異なった気質の人物で、彼は率直で寛容な人柄であり、それを売りにもし、この別動隊を率いた時も、項羽単独ではやりすぎてしまうことが、懸念されたため劉邦も共同で指揮官となった。とも考えられる。なるほどなるほど。項羽は強いけど残酷なことやりすぎちゃうかもしれないから、劉邦にストッパーになってもらおう。ってことね。それに劉邦がこの旧祖の地域に土地勘があったことも、別動隊の指揮官の一人に任じられた理由だっただろう。祖と言っても、項羽の地元はもっと南だものね。さて、こういった理由で組まされたとされる項羽と劉邦だったが、意外なことに、相性は割と良かったようだ。同郷の祖師と大好き満項羽は、祖師と劉邦に好意を持って接したとされ、項羽死後の大新戦では、項羽は再び劉邦と組んで、同じルートでの漢中攻略を希望するほどだったぜ。ええやんけ。ただ劉邦の方は、この後一貫して項羽に対して、裏切りと騙し討ちを重ねているところが、面白いんだよなぁ。はぁ、さて、前208年9月、項梁は召喚の手にかかって廃止した。ああ、度重なる戦勝で油断したところに召喚の夜襲を食らったとされ、これにより実質的な指導者を失った祖は、政治的混乱に陥った。あかんあかん、祖が召喚に滅ぼされちゃう。しかし召喚は項梁を廃止させただけで、祖には十分な打撃を与えたと判断し、城に転身していったのだった。ほ、助かったー。しかし、実力者項梁の死により、祖では権力の大きな変動が起きた。お飾りの王だった海王が、葬儀を家臣の頂点に置いた新体制を構築し始めたのだぜ。またその都を北条に移した。このような、海王による脱項梁体制構築の動きの中で、劉邦も、これまでの戦功を評価され、武安公に報じられ、東軍の長として、その地の兵を率いることとなった。ついにこの時劉邦は、王侯将相の侯にまで成り上がったのだぜ。やったー、大出世。それに続いて、先に漢中を征服した者を漢中の王とする、という、いわゆる海王の役、が発表され、同時に劉邦は成進し、漢中を攻略する任務が与えられた。さて漢中というのは、秦最大の要害函谷関の西側、秦の本拠地のことで、この海王の役はつまり、秦の本拠地を取った者を秦の故地の王とする、といった約束だ。そして劉邦はその漢中攻略軍の司令官に、大抜擢されたのだ。うほほほほほい、すごい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 。ただし兵力はほとんど与えない、ほぼ手勢だけで頑張れ、といったものだったぜ。ブラックすぎる。この地図を見ると赤い秦軍ルートと青い秦軍ルートがあるのがわかるだろう。あるある。このうち赤が劉邦の秦軍ルートで青が項羽の秦軍ルートだ。うんうん。このうちその主力は青の、
高野宗義が率いた軍で、こちらは5万から10万の軍が動員され、召喚に攻められた趙の救援に向かったのだぜ。一方劉邦は、詳しいところは不明だが、1万あればいいなぁといったところだろうか。そんなんで秦の本拠地漢中を攻略しろっていうの？がはは、まあやってみなければわからんぜ。ただ、あまりに兵力が足りないので、劉邦は出撃後にその将から、4000の兵を分取った、という話も残っているくらいだ。それでも天才軍師張良がいるなら、張良ならきっとなんとかしてくれる。この時はもう、張良はいない。はぁ？漢の最小の家柄だった彼は、漢の国を復興させるために、公陵が生きていた時に劉邦の元から離れ、漢の地で漢王政と共に、秦と戦っていたのだぜ。張良も離脱してしまってるんか？もうダメだー、おしまいだー。ではここから、劉邦の戦いを見ていこう。とりあえず景気の良い BGM をセットして、さあ1208年10月、劉邦は所領の塔から出撃した。その後、南都の地に連携することとなる大軍劉邦越と合流し、共に秦軍と戦うも勝てず、蘇将から兵4000を奪って公陵に至った。な、何も成果を残せていない？しかし劉邦はこの公陵で運命の出会いを果たすのだった。いつも運命の出会い果たしてない。この時の運命の出会いは、行政、いわゆる鬼畜、言わせねえよ。行政、いわゆるクレイジー先生と呼ばれた儒者、歴域だった。貧乏ながら儒学を修めた彼は、60歳前後で子役人をしていたが、学はあるくせに独特すぎる人柄だったため、周囲から気狂い先生と呼ばれ、敬遠されていたという。しかしこの歴域は、劉邦こそ自分が使えるべき人物だと考え、彼が公陵の近郊に進軍してきた折、面会しようとしたのだった。しかし劉邦の儒者嫌いは有名で、儒者の冠に小便を引っ掛けるような人物だから、劉邦の方がよっぽどクレイジーじゃない？と知人は面会に反対したのだった。しかし彼はこれを振り切って、劉邦との面会にこぎつけると、その態度を批判し始め、しまいには劉邦と口論しだした。クレイジー。しかし歴域の正論にやがて劉邦は謝罪し、彼が改めて戦国時代の、獣王化の話をし始めると、劉邦は、これは戦略のわかる、使えそうなジジイだと喜び、早速行き詰まっている現状の相談をしたのだった。すると歴域が進めたのが、幼少陳留を降伏させることだった。この提案に劉邦は大喜びで乗り、歴域と共に陳留に向かうと、彼は弁舌を振るい、陳留を降伏させたのだった。ヒュー、歴域やる？こうして劉邦陣営にまた一人、有能な外交官、釜茹で機外先生、歴域が加わったのだった。そしてついでにその弟の武将歴将も、劉邦軍に合流したのだぜ。やったー、歴兄弟ゲット。彼らの加入は劉邦軍にとって良いことづくめで、歴域の弁舌で、陳留の大量の食料や物資、兵を獲得することができたし、歴将の加入で、その配下の数千の兵が劉邦軍に加わった。兵糧や兵士だけでなく有能な外交官に将軍、美味しすぎる。こうして勢いを得た劉邦軍は秦軍を撃破しつつさらに精神、ついに漢の領域に入った。漢、張良がいるところやんけー。そう、劉邦は永戦に入ると秦との戦いに苦戦していた張良や漢王政に加勢、秦軍を蹴散らし、張良と無事再会することができたのだぜ。そして漢領の秦軍を撃破し、漢王に恩を売った劉邦は、漢から張良を借り受けることに成功。再び参謀に迎えることができた。やったぜ。やっぱり劉邦の参謀といえば張良。さてこのように、劉邦軍が頑張っている間、北の張救援へ向かった蘇軍がどうなっていたかというと、項羽が無双していた。おお、やはり項羽。劉邦と共に西方に侵攻することを望んでいた彼は、乱暴者は NG であると海王の側近たちに却下され、葬儀を総大将とした。張救援軍に副将として配属されたのだぜ。そして彼は、長く退陣したまま張を救援しようとしなかった葬儀を殺害、軍を掌握し巨鹿の地に急行、秦の大軍を粉砕したのだった。項羽はさらに召喚をも撃破、秦の主力軍を崩壊させ、巨鹿に集まっていた諸侯の軍団を急合、一躍連合軍の名手となると、召喚と彼に従う将兵を降伏させた。これが1207年の7月のことだった。
さて劉邦軍は、前207年4月から項羽が将官を降伏させる7月まで、項羽と南陽軍の中間地点で進軍を止めていた。これは進軍と項羽との戦況をじっと眺めていたものと考えられ、項羽の完全勝利が確定するや否や、劉邦軍も活発に動き始めたのだぜ。劉邦軍、進軍の主力が壊滅するのを待ってたってことを、援護しようとしていたのかもしれない。項羽には必要なかったようだが、さて、動き出した劉邦軍は、南下して南陽軍を攻略し、さらに精神しようとしたところで、長領の検索により、引き返して南陽軍の中心都市、燕を攻略した。この時から劉邦は、降伏した軍主の元の地位を温存する方針を導入し、戦わずして拠点を降伏させることで、さらに進軍速度を加速させた。また8月、劉邦軍は武漢を突破したのだった。武漢を突破、ついに漢中までもうわずか、都漢陽まであとちょっと。そしてこの時、劉邦陣営に奴からの使者がやってきたのだぜ。奴、李氏をはじめ真の実力者を葬り続け、ついに宰相に就任した長江だ。おお、中国を代表する漢臣、長江。長江は項羽による進軍主力の壊滅や劉邦軍の接近により、秦の滅亡を悟り、二世皇帝胡亥を殺し、劉邦に取引を持ちかけてきたのだぜ。その内容は、漢中を分割して互いに王となろう、というものだった。ラスボスみたいなこと言っとるわねこいつ。しかし、もはやそんな約束が受け入れられる状況ではなく、劉邦はこの提案を即却下、長江は私営を立てて秦王としたが、その死刑に殺されたのだった。完全に末期症状なんよな。さて死刑は長江殺害後、行間に兵を送って守らせ、降伏する様子を見せなかった。この秦の抵抗に対して、劉邦は長領の計略に従い、上りをたくさん立て、大軍が進むように見せかけ、その上で、歴域、陸下のダブル税格を派遣し、秦の首相に利益を解き、和睦を望むように仕向けたのだった。そして行間を包囲したまま、嵐電の南まで軍を送り、秦軍を破ったのだった。この時劉邦は軍に通過する土地の略奪を禁じたため、秦の人民は大いに喜び、秦軍は解体してしまい、劉邦軍は大勝利を収めたという。こうして前206年10月、劉邦軍は波状に至った。そして、ついに秦王子英は白木の車を白馬に引かせ、首に紐をかけ、皇帝の玉璽と符節を箱にしまって、波状の北の帝で、劉邦に下ったのだった。この時劉邦軍の諸将は死刑を殺すよう主張したが、劉邦は、海王が自分を派遣したのは、寛容さを勝手のことだろう。それに、降伏してきた者を殺すのは不吉である、とし、死刑を殺さなかった。ええやんええやん寛容やん。その後死刑を役人に引き渡して監視させ、さらに軍を進めて、ついに秦の都漢陽に入城したのだぜ。さて漢陽の宮殿まで至った劉邦は、早速勝利の美酒に酔いしれようとしたが、すかさず樊哙と長領が両サイドからいさめたのだぜ。田舎の侠客上がりの劉邦の好むものといえば、贅沢と快楽だ。二人は劉邦がそれに溺れる前に歓迎し、手を出させなかったのだ。劉邦もまたこの時はよく時勢が効き、二人の言葉に耳を貸し、秦の宝物庫に封をして、軍を返して波状に駐屯したのだった。またこの時、諸将らは宮廷の倉庫に押し入って金銀財宝をかすめ取ったが、旗揚げの時から劉邦に従っていた元管理の将家だけは、そのような財宝に目もくれず、上将や大臣の役所から、法令文書や地図、戸籍などを押収していった。中央政府に推薦されるほど敏腕な管理だった将家は、これらの文書の重要性を誰よりも熟知しており、これら将家が押収した文書が、後の蘇韓戦争において、劉邦陣営が天下の情勢を把握するのに役立ち、また漢王朝の行政組織の整備に非常に役に立つこととなったのだぜ。さすが三傑の一人だわ。地味だけど素晴らしい活躍。さて波状に引き上げた後劉邦は、地元の地域社会の長、不老たちを集め、有名な、宝三省の宣言をした、劉邦はこのように語ったという。あなた方は長年、秦の苛烈な法の支配に苦しんできた、上を誹謗する者は、一族皆殺しにされ、こそこそと話をした者はさらし首にされた。私は諸侯と、
先に艦中に入る者を王にしようと約束した。だから、私が艦中の王となるはずである。そこであなた方フローラと約束しよう。法は三章だけにする。人を殺す者は死刑、人を傷つける者や、盗みをする者はそれ相応の罪とする。その他は全ての真の法を廃止する。役人たちは源の職に就かせる。私が来たのは不老のために、害を除くためであって乱暴するためではない。どうか恐れぬように、私が波状に軍を返したのは、諸侯が来るのを待ち、役を定めるために過ぎない。法三章が実現できるかできないかは置いておいて、劉邦。さすがの人心掌握術だぜ。劉邦はこの宣言で一気に艦中の不老や、彼らに従う人々の心をわしづかみにしたのだった。さらに彼は、配下や真の役人を各地の県や郵に派遣し、同様の内容を告示した。真の人々はこれに大変喜び、劉邦軍の兵に、肉や酒を差し入れる者が殺到したというが、劉邦はこれを受け取らず、食料は十分にある、不足していないし、人々に迷惑をかけたくない、と、言ったのでさらに人々は劉邦に熱狂し、彼が新王にならないことを恐れたという、空前の劉邦フィーバー、乗るしかないこのビッグウェーブに、こうして劉邦は艦中の人々をよくて名付けた。この艦中政策の効果は、絶大で、劉邦はその後、項羽の宝剣では艦中王になれなかったが、蘇韓戦争が始まった後に、劉邦が艦中を再征服した際、艦中は兵站基地や人材供給地となって、項羽との戦いを支え続けた。それもこれも、この劉邦の艦中入り後の態度が、当地の人々を喜ばせたからだった。人民の心をつかむ、為政者としてとんでもない才能も持っていたのね、劉邦。さて、このように民衆に対しては完璧な立ち回りを見せた劉邦だったが、ある人物のとんでもない意見も聞いてしまったのだぜ。それは、秦の富は天下の諸国の10倍を超えるものであり、地形も堅素で強力です。今召喚が項羽に下り、項羽はこれを要王として、艦中の王としようとしています。今彼らがやってくれば、殿がこれを保つことができるかどうか、甚だ心配です。今すぐ急いで兵を送って函谷関を守り、諸侯の軍を防ぎ、艦中の兵を挑発して兵を増やすのです。といった意見だった。劉邦はこれになるほどその通りであると思い、函谷関に兵を送り込んで、守りを固めようとしたのだぜ。しかし劉邦のこの行動に激怒したのが、前206年11月に諸侯連合軍を率いて、函谷関に入ろうとした、項羽である。彼は劉邦の兵が函谷関を守り、項羽らの進軍を防ごうとしていることを知ると、今までの劉邦への好感を根こそぎ吹き飛ばすほど、激しく怒った。そして直ちに函谷関に攻撃を開始、その守備軍を粉砕し、軍団もろとも劉邦を血祭りにあげようと、猛然と進軍を開始したのだった。ひえー、劉邦何やってんの？といったところで今回はここまで、せっかくうまいこと艦中の人々を懐柔したのに、最後の最後で特大の握手を打ってしまった劉邦、イカれる項羽が連合軍と共に劉邦に迫る、あ、これ死んだわ。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。いつもグッドボタンやコメントもいただき、ありがとうございます。スーパーサンクスも強烈至極に存じまする。メンバーシップご加入もありがたき幸せ。ではまた次回、中国史の時間にお会いしましょう。関王まで到達できんかったー。またの。終わり。